ちゃこんにちは、鶴高さん。今年も、はい、野球いろんな制度が、ね、変わるとか検討されているなんていう記事が出ていますけれども、ここに来て12球団のトライアウト、はい、今年の秋で一区切り、うん、来年秋存続か否かは開催方式変更を含めて話し合い、 NPB と選手会がということで、うん、結構びっくりしたというか、まあ、トライアウトというと毎年の、ね、こう、まあ、風物詩というかな、そういうふうにはなってたよな、はい。まあ、かつて新庄監督がね、そうですそうです、あのトライアウト受けたように、はい、まあ、夢を持ってね、うん、みんな受けに来るんだろうけども、はい、ただ言えばクビになった人たちよね、はい、で、まあ、12球団ドラフト、うん、現役ドラフトっていうのもあるし、そこですよね。でやっぱり1回他の球団の、ね、クビになった人たちを、うん、まあ、そこから爆発的な力が出てくるっていうのはちょっと考えにくいもんね。でクビになってもただいい選手いればトライアウト前に他のチームがもう契約をしたりしてますよね、うん、結構とか、うん、自分で打診をして、はい、ちょっとテストを受けさせてくれないかとか、うん、見てくれないかとか、うん、やっぱそういったこう動きの方が、はい、みんなに手を差し伸べるよりも、うん、いいと思うけどな、うん、あとそのなかなかトライアウトからもう一回こう返り咲いたっていう選手がそんなに数多くないという、うん、そうだな、うん、それは考えにくいもんね。それだったらドラフトで育成の若い選手を取って、はい、そこにお金を投資した方が、はい、まあいいような気もするけどね。そうです、まあ、冷たいけども、うん、でもそこまでじゃあ何やってたんだっていうような感じだよね。そうですね、で、あのこれ選手会の森事務局長がコメント出されている話としては NPB 側からちょっと来たと。で NPB としてはやる必要がない、今回で一区切りにして来年以降は選手会主催でやることも検討してほしいと言われたというところで、戦力外プレーヤーのセカンドキャリアなどを優先する選手会としては12球団の現場に持ち帰って新たに選手会主催にするのか、引き続き NPB 側に運営を委ねるのかは調整していくということなんですけれども、それプラスアルファでいうと、例えば独立リーグとか社会人に行く人にはこのトライアウトの場っていうのは必要かもしれないけれど、それなら自分たちでやることも考えていいのではというふうに話されている方もいるということで、まあ、主催をどこにするかっていうよりも自分がどうしたいかだから、だから、まあ、例えば社会人にしても、はい、テストしますよって見ますよっていう、うん、そういうものを出しておいて、はい、そのリストから自分でここを受けたいなって言ったところを、うん、やっぱ門を叩いてみて、はい、そこで見てもらうっていう、うん、その方がいいのかなっていうような気はするけどね。あ、なるほど、うん、なんかこうみんなで合同でする必要あるっていう、その例えば社会人チームとか独立リーグのチームからすると NPB さんが1日こう開催してくれた方が費用もかからないし、いやいや、それはもうもちろんね、うん、見に行けば見れるわけだから、まあ、だけどそれはもう選手の人生だから、うん、選手に任したらどうかなと思うよ、うん、で行きたいところ、まあ、プロでもそうだし、例えば DeNA がいて、はい、ピッチャーだけだったら見ますよって、うん、その代わり条件としたら最速いくつまでとか、はい、条件付きでこういう選手がいたらちょっと連絡くださいみたいな、あ、ここのチームが、まあ、まあそう、ここに、まあ、掲示板じゃないですけど、そうそうそう、昔でそこに貼り付けて今年はピッチャー、うん、特に左ピッチャーだけ何歳から何歳までみたいな、そうそうそう、あとか、まあ、社会人でもそうだよね、はい、いやピッチャーいらないから内野手だけみたいな、うん、外野手だけとかまあ、テストしますと見ますと、うん、いうようなことを出しておけば自分で選びやすいじゃない、はい、だそういうのでいいのかなと思うけどな、うん、で来てもらう、はい、それはさ個人負担で来てもらわないと、うん、いやさ、ね、困るよね、うん、それ社会人が出すわけじゃないしプロが出すわけじゃない、はい、自分がやっぱり野球をやりたいって思えば、うん、そういうふうなことも惜しまないでやらなきゃいけないと思うんだよ、うん、だから合同そうだな、なかなかもうそこでね俺らもこう見てて、あ、この選手はまだ使えるなと思う選手でも、うん、プロ側が二の足を踏むっていうのは、うん、やっぱり育成システムが
すごく幅広くね、うん、活用されてるし、はい、そしたら若い選手の方がいいとか、うん、これからの選手を一人でも多く取っておいた方がいいとか、うん、まあ、そういう流れになってるんだよね、うんうん、だからその一回クビになった人をわざわざもう一度やらないかじゃなくて、うん、夢を持って入ってくる方がまだいいのかなっていうような気はするけどね、まあ、冷たく聞こえるかもわからないけども、プロってやっぱそんなもんだから、まあ、そうですね、うん、それとプロとしてのキャリアをもしそうなった時に俺が思うんだったら、うん、人生長いし、はい、野球だけが人生じゃないから、うん、だから第二の人生を一日でも早く歩んで頑張った方が勝つ人もいるからね、うん、8組に入ってくる可能性だってあるし、うん、だからダラ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 こうなんていうのを引いて結局いい年になって、うん、もう断念してやることもなくなったっていうんでは、やっぱり人生棒に振る時もあるし、うん、だからそこら辺の見極めっていうのはね、うん、まあ、しっかり早くけじめをつけてほしいなっていうふうに俺は思うけどね。だその球団とか NPB 側の思いと選手会としてはやっぱり同じ選手たちの12チームのこう戦ってきた仲間のセカンドキャリアというか考えると、一日でも長く野球をやりたいっていう人の背中を押したいっていう気持ちとの違いというか、そこは温度差はありますよね。温度差はある、うん、まあ、だから一番いいのは俺なんかは社会人に取ってもらえるんだったら取ってもらって、はい、うん、はい、その野球が終わった後はその会社に勤めができるという、うんうん、そういうことが俺は一番いいと思うよ、うん、あの不安なことなく、そうですね、そのまま思い切ってやって、その後は会社でね働いてお給料もらえると、でも生活を支えてもらえるというふうに、そういうことが一番俺はなんか子供の親としてなんかそう考えるけどね、まあちっぽけな夢になっちゃうかもわからないけども、あでもね、あの皆さんね会社でこう働いて一生懸命 ね、まあ、そうだね、うん、あの家族支えてる方たちもたくさんいらっしゃるので、うんうん、もうそういうので野球がねやってきたことが身を助けるようなことになれば、うんうん、そうですね、まあ、いいなと俺は思うけど、ね、そうですよね、まあ、今回この NPB 側がもう一旦区切りをつけますよって言ったのは、例えばそういったそこに割く時間であったりとか、じゃあやってでも見合うものがその後あるのかとか、あとはまあお金だったり費用とか、そういったことも総合してっていう、あとはまあ現役ドラフトっていう制度もできたっていうのも、そういうことも加味してのこういう決断っていうこと、ね、まあそうだな、まあ、育成システムが一番のあれだと思うけども、うん、まあ、育成がなければね、うん、あの選手を他にいないかみたいな探すと思うけども、うん、やっぱドラフトで育成も何人でも取れるわけだからな、はい、だから、まあ、そういうことを考えるとなかなかトライアウトで補充するっていうことは考えにくいからね。豊さんの時代からもうトライアウトってあったんですか？ないない。あ俺らの時はない。もうクビになったら他の球団から声をかけてもらうとか、あと自分で、まあ、自分で行った人もいるよな。だからまあ本当にやりたい、ここのチームでやりたい、ここのチームだと俺チャンスまだあるね、受けさせてくださいみたいな、やっぱそういう熱だよね。うん、本人もそうですよね。そう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 、だからまあそういうことがあれば、まあ、可能性もあるし、で、まあ、社会人でやりたいとかね、はい、あの北条なんかは、ね、去年阪神、あの三菱ウエストかな、はい、で入って、うん、年対抗でもホームランを打ったりとかしてたから、はい、ああ頑張ってるなと思うと、やっぱり野球ってみんなが仲間だから、プロだから特別だとか、アマチュアだから社会人だからとかじゃなくて、同じ野球をやってるわけだから、はい、ね、だからまだやりたいっていう情熱があるんだったらどこでもいいじゃん。もうね、自分から積極的に動いてアピールしに行って、まあ、ただやっぱ将来設計をしっかり考えてほしいなと思うね。そこですもんね。一時期の華やかさだとか、うん、一時期のお金に、ね、フラフラしないで、うん、やっぱ将来設計、人生という設計図の中でどう組み立てていくかっていうのを考えながら、まあ、やってほしいなと思うけど。そうですね、まあ、今年の秋で一旦区切りなので、今年の秋はロッテの球場で、あるんですけれども、この後まあどうなるのか、選手会が主導で行われるのか、 NPB にもう1回っていうふうになるのか、それとも本当にこの秋でなくなってしまうのかっていうところもちょっとね、ファンとしてはこう注目しながらになってきますね。選手会もやるってなると大変だろう。大変だと思いますよ。まあ事務局の方がやると思うけども、うん、
どうなんだろうな。また費用の面であったりとか、じゃあどこの球場をお借りするんだとか、まあ、まあでもね、そのぐらいはね多分大丈夫だと思うんだけども、うん、やっぱこうこっちの方だよね、気持ちの方だよね、選手たちがどう考えてるか。そうですね、現役の選手たちがまずどういうふうにこのトライアウトを捉えているのかということですね。豊さん、もし現役例えば時期的にもっと早く受けたいとかあると思うよ。その7月31日例えば日本シリーズに出ないチームなんていうのは、うん、やっぱもっと早く気候も条件がいい時に、うん、多分受けれるはずなんだよね、はい、うん、だから例えばその宮崎でフェニックスリーグ、はい、来いとか言って、うん、で背番号なしでもいいから出せるようなシステム作っといて、うんうん、でちょっとお前1試合やってみろみたいな、はい、とか、うん、まあ、そういうのでもいいと思う。それまでにクビになってないといけないってこと。いやだからそれを早くしてくれれば大体決まってるからクビになる、クビになるやつ。え、何月頃決まってるんですか。いやもう大体もうドラフト終わってるだろその時は。はい、もう大体ドラフトでどういう補充する、うん、育成ではどういう選手たちを補充する、うん、あこいつらいらねっていうのはもう大体決まってるから、うん、だから早く通達してもらって、うん、ね、まあ、そういうチャンスを与えるとか、はい、もうそっちの方が俺はいいと思うけどね、うんうん、ちょっとなんか変えてみてもいいですよね、うん、システムを。で会社だって、ね、新年度で新しい採用するって言っても、うん、早い方がいいでしょ。もう絶対早い方がいいですよね。そうでしょ、うん、だから早めるといいよね。ちょっとあの前倒しというかにした方がチームにとっても選手にとってもいいですよね。ね、どういうふうなシステムでこう改善されていくのか、本当なくなってしまうのか、ちょっとファンとしてもなんかトライアウトっていうとね、なんか本当に毎年のあこの時期恒例だよなっていうのあったりもしたので、それがまあ一つなくなるのかなというちょっと寂しさも、まあ、そうだな、うん、まあ、寂しさもあるかもわからないけども、うん、まあ、いろいろよりいい方向にね、うんうん、まあ、変わっていくといいな。はい、はい。